これ虹がパッて出たらいいのにね。虹皆さんこんにちは、グリーンリーさん、そのカルテットです。しょう。あとでサムネのやつも撮りたいから、うん、ああサムネだ、サムネに虹をこう、あ、うん、やろうかな、うん、それのっぴきならない虹をね、かけていただいて、うん、こういう虹。よし、行きます。皆さんこんにちは、グリーンレイサクソフォンカルテットです。今日も、トリオでお届けするんですけども、福島ひろかずさんののっぴきならない虹へという曲をお届けします。この曲はアンコンでもよくやられていてすごく人気の曲なので今回挑戦しました。イエーイ。のっぴきならないっていうのはなんかあんま言わないよね、うん、言葉として日本語としては知ってるけど意味も曖昧だったかも。どうしようもないだっけ、うん、なんかそんな感じ。すごいみたいな、うん、どこなんだっけ、どうしよう、どうしようもないほどのすごい虹。ああそう、すごい虹ね、うん、圧倒的な、そうそう、一体どんな虹なのかっていうのをちょっと考えながら。そうそう、これは、まあ、三楽章か、うん、全三楽章、1、2、3楽章ありますけど、まあ、それぞれどういうシーンの虹かな、うん、みたいなのを考えながらやりました、うん、うん、まあ、なんか都会から見える虹みたいな、うん、そうビルの間からとかちゃんと見える虹かなって思ってたんだけど、個人的にはあのサックスの密集って言うんですけど、和音が、和音、音がまあ3本が近く、こう近い、うん、近いギュッとしてる、ね、ギュッとしてる密集、サックスアンサンブルのこの密集が超好きで、あのサックス吹きの皆さんはグラーベとプレストってやつ聞いてほしいんですけど、あれとかがもうなんかよだれが出るくらい好きなんですよ、あのグニャって動くのがなんか そういう。え、序盤のところ中盤チュルル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 みたいな、あ、ここが分かった人は同じ趣味を持った人だと思うので、はい、あの個人的にこののっぴきならない虹絵もこう密集な感じですごい好きです、うんうん、なんか聞いた感じちょっと複雑なのかなって思ったけど、意外と3人で合わせてみるとそこまで複雑な感じでもなく、なんて、うん、分かりやすいし、うん、なんか拍とかすごい変わるけどでも掴みやすい、うんうん、曲だったかな、かっこいいしね、うんうん、今回もあれですね、楽章ごとに、うん、そうかそうか、お届けしようと思います。バリトンです。アルトです。ブロロです。はい、うん、一楽章は結構あのスイングでジャージーな感じだから、うん、かっこいい、ね、うん、ちょっとそのスタイルをうまく表現しようと思いました。最初にバリトンとアルトじゃない、あ、バリトンとアルトみたいな、クレッシェンド、デクレッシェンド、あ、クレッシェンドかあるけど、うん、なんか八分音符にこう置きに行く感じ、うん、あらあらってそうだね、スイング跳ねるって思っちゃう、置きに行くみたいな感じでやった方が、うん、この曲の、まあ、雰囲気には合ってるかなと思いました、うん、それでは一楽章これ名前とか名前はない、一楽章スイングの、うんうん、スイングです。それではどうぞ。